今日は超絶うまい人たちを集めてまいりました。みんな笑ってます。今日はですね、この中で誰が一番いいスコアで上がってくるかを視聴者の皆さんに予想してもらいたいと思います。じゃあ、距離的には、120らしいんですよ。で、ピンがだいぶ手前にあって、で、風も上げてるので、攻めるの攻めないのっていうちょっと今気持ちが、うん、かなり傾斜が全体的にあって受けグリーンなので、多分真ん中に乗せちゃうと次のパターがすごく難しいと思うんですよ。まあ、手前でも、手前すぎるとやっぱり今芝が薄いので短いアプローチも難しいけども、やっぱり確率の問題でいうと手前目で打つかな、今回は。なるほど。あ、まずい。まあでも超えてるし大丈夫よ。うわー、ちょっと待って、わー、入った。ちょっとトラブルなのかどうなのか、ラッキーなのか、なんなのか。あれ、どこ乗った、最後。あ、やっぱこれロケーションじゃない、あっち持ってかれやすいのか、ね、乗ったね。あそこちょっと手前に戻ってきた。ちょっと戻りました。手前だ。あ、戻ってる。戻ってるよ。この傾斜。すごい。来てる。もっと。出ますよ。ね、この傾斜すごいね。目に止まんなくてよかった。超最高だよ。戻してきました。バックスピンです。うまい。はい。うん、ナイス。うまい。待って。はいはい。こんな。傾斜半端ない。どこまで来る？不思議な感じする、ね、距離が近く感じません？なんかこう圧迫感があるから、鉄っぽい、なんていうの、ピンがね、もうちょっと軽いやつだとね、だと結構当たって、プラスチックの方はいいよ、こっちは弾くよね。そのピンはね、あれ鉄のはやっぱ危ない。あ、これ出た ね。じゃーん。サンキュー。すごい。うん、ナイスショー。ナンさん、すごいよ。シニアとは思えない。ずっとシニア。37。いい感じ。今でもちょっと当たりが薄かった感じですね。本領発揮できてない、ね、私自分のはね、自分のはね、打ち方は力抜いて抜く、アイアンよりも、アイアンよりも抜いてる。
みんなね、すごい力入るかな。私はね、ほとんどそーっと行くみたいな。そーっと行く感じ。ここをそるみたいな。そうみたいな感じ。そうみたいな感じ。そうするともうスーッと。スーッと行く。クラブ抜けてくれて。そうそうそう。ちなみに何番ウッド入れてるんですか。今は私3番と5番。3番も入れてるんですか。3番も入れる。3番むずいよね。うん、ナイス。だから基本的には私打つは力入れないで打てる。今ねちょっと頭早かったかな。アンさんクラブは全部マジェスティ。全部マジェスティ。軽いから。これなんか軽い。すごい軽い。でも私もレディーズだから同じぐらい。あの人たちのクラブに来てものすごい重い、ね、鉄の塊みたいな感じ、うん、マジェスティのこのスペックは何なんですか、うん、柔らかさとか。柔らかくて自分はね、腕で打ってるじゃなくて体で打ってるからそのしなやかさはすごい好きだ、ね、結構やっぱしなるクラブ。しなる方が好きです。長いですよね、うん、長いけど、うん、すごくしなるように。しなる。前から柔らかめが好きなんですか。怪我してから柔らかくなる。じゃあやっぱ体に負担ないようなクラブにして。そうそう。前はちょっと無理してた。無理してた、うん、SR は S が使ったことあるんですよ。それ全然うまくいかなくてクラブ変えた。全部柔らかくて、うん、でもその方がね、すごくな、ね、長くゴルフするには。そうそうそう、ね、年取って長く硬いの全然打てない。これ今ね、ちょっとピンは奥だからちょっと普段はこういう時は9番アイアン打ってたけども今は8番に打つ。はい。あ、いやでもこれ結果オーライじゃないですか。結果よし。恥ずかしい。恥ずかしい。結果オーライですよ。ゴルフの結果なんだよ。そうね。これは難しいですよ。スタンスも取れない。難しいです、ね、絶対入れちゃいけないライに。82ヤードピンまで。でつま先下がりなのでちょっとパンチショットで乗ればいいかなっていう感じで。ちょっと難しいですね。うまいよ。これうまい。うまいよ。あ、片づくみ。テレビ向きじゃない。すごい。でも今危なかったじゃない。うん。いやある意味こっからのピンに図盤は全部すごくない。テレビでよく打たない。当てときました。私これ初めてかも。こんなこと。こんなの。こんなこと。ピンにあんなパンって当たってちょっともうちょっとなんか違う方に飛んでくる多いですもんね。そうそうそう。弾かれることはあるけど、うん、味がって、だっていい風に乗りましたよ。ね、元で来るは、まず少ない、ね。そうだね、本当にマシンに当たったんだね。マシンだと思うよ、今。ナイス。これは止まらない。早い。そうそう、止まらない。これはちょっと出ちゃうかも。だんだんバタン出てる。ありがとうございます。綺麗。そう、裏でやった方が綺麗。肩の。私もちょっとね、センターラインでやってみようかなと思ってたことは、ね、やったことない。大好きです、センターライン。センターライン。はい。ねえ、うまい。ナイスボギーだね。はい、ありがとうございます。あやちゃん、パターうまいね。こういうところが、競技出てる人の強いところなんだと思う。ペーターじゃないよ、今日なんか。ミスをしてトラブルになっても、必ず落ち着いてパターを打ってワンパットに沈めてるのが、カフェから出したら勉強になるかなって思ってます。ナイス。
で、うん、あでもすごい。どうでしたかビデオ撮影の方は。意外と普通でした。いやいやいや、慣れ、なんか私は慣れてないわ。だから、ね、だからアプリチザクザクね。一番喋ってる。一番喋ってる。緊張喋ってるね。みんなもっと結構初回緊張するのに、はい、全然普通に喋って普通に。きっとそれはそれはきっとあの年齢がなす技だと思うんです。本当にやっぱりね、心の座り方が全然違う。メンタルの強さが違いますね。あやさん。はい、ユーティリティを打つ、なんかこう意識してることってありますか、はい、コツというか。あのやっぱね、ビャンって振るとすごくフックが出ちゃうんで、ゆっくり振るようにしてます。ユーティリティ、うん、ユーティリティ、なんかユーティリティだけ特につかまりがいい、つかまりがいいんで、それで変えたんですけど、クラブスペック結構ハードでしょうね。でも M2、 あ、R なんですね、うん、R と S しかなくて重そうだなと思って。 S だとやっぱりボール上がりにくいんで、ん R にしたんですけど、6番の M4 M4 じゃあまあビュッといかない感じで、そうゆっくりゆっくり。まあまあでもでも危ない。大丈夫やっぱ巻いちゃうんでしょ。巻いちゃいましたね今。まあゴルフショートゲームが大事になってくるじゃないですか、うん、はい、どういった練習方法とか結構されました。ショートゲームね、まだ苦手、まだ苦手、すごく苦手。ショートゲームやっぱ経験経験ね、経験やらないと、やらないとなんないですかね、うん、そう思います。まあ須田さんとかはめちゃくちゃショートゲームなんだろうなって思うから、本当そうですよね。ショートゲーム大事。ドライバーなんてね、曲がっちゃってもね。試合とか出てて、あの自分50ヤード前でもダボとかさ、そうなっちゃうの。すごーそうなんだから先に早く行って。いい感じ。この距離感、ランさんどんな感じで出してるんですか。これ今ね、あのあそこから22、ここから15。だから、うん、自分のテクパックテクパックの振り幅で振り幅で、それで自分の距離で。でもこれはね、56で使ってるから、本当はね、自分いつもの取りしたら今日58で高く打ってロープで打つ、うん、なんか今日はね、2回ぐらい失敗したから、やっぱちょっとイメージ悪かったな。だからちょっとこれでやった。いい感じ。来た。来た。やっぱりそれ最後のウィニングショット、これ。ウィニングショットよ、今日のウィニングショット。ちょっと別れるからね。別れるので。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。このメンバーで楽しく、いろんなことを聞いて楽しく。じゃあランさんどうでしたか。いや、私はね、今日塩田さんのそのね、アイアンショット見たらすごくやっぱさすか、あ、全国のあの優勝者かなと思う。4番アイアン打つ人いないですか。うん、そうですね。あ、びっくりしちゃった。今までありがとう。みんな大体5番アイアンからね、入れてるけども。ミキちゃんその痩せてるのにその4番アイアン入れて、それですごく飛んでる、うん、あ、びっくりした、うん、本当勉強になる。ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱね、こういうね、トップアマと回るんで、なんか下手なことできないっていうこのプレッシャーで、ちょっとうまく今日はできました。逆にナイス、はい、ありがとうございました。やっぱりあの
すごく勉強になることがいくつかあって、でも一番はパター、やっぱりゴルフってパターがダメだと全体的にリズムも悪くなってスコアも悪くなってしまうんですけど、この2人はトラブルになっても必ず1パット2パット、もうほとんど1パットで終わるので、そういうところが 今の私には足りないなと思って勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと後半チェンジしますので、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあご飯食べよう。見た目は赤いですけど辛くないらしいラーメン。石が入ってて冷めないようになってます。あ、山かけ、山かけ醤油、これこれ、あ、全然辛くない、全然辛くない。